まずい。皆さんこんばんは、100円ゲーマーです。ということで今日はですね、またチーズですけども、これね、お店の人にね、これナンバーワンだよって言われたんです。買った時にカウンターでね、それはね、こいつ、これミティカドランケンゴート、見えにくいかな、これですね。ドランケンゴートって酔っ払ったヤギ、ゴートってヤギだっけか、です。これ1パウンドで1800円のチーズ、まあ、結構高級感あふれるチーズですね。ここが黒いですね、真ん中が白。前回食べた、ゴーダチーズは、レッドワックスクリーミーゴーダチーズはここが黄色だったんですけど、こいつは白いです。これ一番美味しいよってレジの人が言うぐらい美味しかっただし、これもちなみにこの量で300円ですね。だからね、お酒飲む人アメリカいいよね、こんなチーズ買ってきてさ、安くさ、いろんな種類、おかずね、あれにできる、なんだっけ、おかずじゃなくて、おつまみか。あ、なんかふにゃ、すげえふにゃふにゃしてますね、これね。もう切れちゃいました。ちょっとじゃあ、あ、でもちょっと待って、なんか発酵してる匂いする。あ、そういう意味でのドランケンって酔っ払ってるって意味なのか。あ、ちょっと食ってみますわ、ワクワク。なんかわかるな。宗教上お酒飲んじゃいけないんで、お酒の味わかんないんですけど、お酒の味なのかな。なんか発酵してる味がする。これクリーミーとかなんとか書かれてないですけど、チーズはね、すげえクリーミーですね。なんだろうな、なんなんだろうこれ、超柔らかい。なんとも言えないっていうか、なんかね発酵してる味はするんですけど、それプラスだろう、わかんないな。なんかお酒の味すんのかな、飲んだことないからわかんないけど、本当に不思議な味ですわ。うん、日本で食べたことある味ではないですね。これちょっともうちょっと食べないと。でもやっぱ発酵してるからなのかわかんないですけど、ほんのり甘いですね。うん、このこれ説明できない、この最初食べた時にする味は何なんだこれ。なんとも、なんとも説明しにくい、しにくいんだけどうまい。いやー、これわからん、不思議な味だ、わからない。まあでもこれ7ぐらいかな、ドランケンゴート。まあ多分ヤギのチーズなんでしょうね。なんでドランケンなのか、まあ発酵させたからなのかなんですけど、まあ評価7でお願いします。ピース。